皆さん、こんにちは。今日は相撲界に激震が走った驚くべき出来事についてお話しします。2024年9月3日、まさかの光景が目撃されたのです。今年2月に暴力行為で引退したばかりの元幕内力士、北青鵬が、なんと髷を結った姿で荒汐部屋に現れたのです。204cm の身長と 182kg の体重を誇る北青鵬。その巨体と力強い相撲で多くのファンを魅了してきた彼が、なぜ引退後わずか半年で姿を現したのでしょうか。そしてなぜ荒汐部屋だったのでしょうか。この予想外の出来事に相撲ファンの間で様々な憶測が飛び交っています。北青鵬は本当に相撲界に復帰するのでしょうか。それともこれは単なる偶然の訪問だったのでしょうか。今回の動画ではこの衝撃的な出来事の背景に迫ります。相撲界の暴力問題、引退力士の復帰の可能性、そして相撲界が直面する課題について詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まず北青鵬が引退に至った経緯から振り返ってみましょう。北青鵬は宮城野部屋に所属していた幕内力士でした。しかし同じ部屋の後輩力士に対して繰り返し暴行を加えていたことが発覚し、大きな問題となったのです。日本相撲協会の調査によると、北青鵬は2022年8月以降、週に 2,3 回の頻度で2人の力士に暴行を加えていました。その内容は非常に悪質で、顔面や背中への平手打ち、ほうきの柄や回しで作った棒で尻を叩く、さらには冒頭で触れた殺虫剤スプレーに火をつけて体に近づけるなど、到底許されるものではありませんでした。この事態を重く見た日本相撲協会は、北青鵬に対して引退勧告相当の処分を下しました。結果として、北青鵬は引退届を提出し、受理されることとなったのです。引退時、北青鵬は報道陣に対して次のように謝罪しています。私は現役を引退します。部屋の弟弟子に暴力を振るってしまったことを深く反省しています。日本相撲協会、宮城野部屋、応援してくださったファンの皆様の期待を裏切ってしまい、本当に申し訳ございませんでした。この騒動は、北青鵬の師匠である宮城野親方、元横綱、白鵬にも飛び火しました。宮城野親方は、北青鵬による暴行を把握しながら協会への報告を怠り、北青鵬を適切に注意しなかった結果、二人の力士に対する暴行が1年以上も続いてしまったのです。この監督責任を問われ、宮城野親方は現在の委員から最下位の年寄りへの2階級降格と報酬減額という厳しい懲戒処分を受けることになりました。さらに、協会は宮城野親方の師匠としての素養や自覚が大きく欠如していると判断。2024年3月の春場所では、宮城野部屋は所属する伊勢ヶ浜一門の中から任命された師匠代行が監督することになりました。さて、ここで疑問が生じます。なぜ北青鵬は荒汐部屋を訪れたのでしょうか。その背景を理解するために、荒汐部屋の親方である元力士宗谷来の経歴を振り返ってみましょう。宗谷来は2011年の大相撲八百長問題で一度解雇されました。この問題は相撲界に大きな衝撃を与え、23人もの力士が引退などの処分を受けることになりました。しかし宗谷来はこの処分を不服として裁判を起こし、約2年後に解雇無効の判決を勝ち取ったのです。この判決は相撲界に大きな波紋を呼びました。八百長問題の深刻さと、その後の対応の難しさを浮き彫りにしたのです。宗谷来は異例の復帰を果たし、2020年3月には荒汐部屋を継承、モンゴル出身初の親方となりました。興味深いことに、北青鵬と宗谷来には共通点があります。2人ともモンゴル出身なのです。この共通の背景が、北青鵬の荒汐部屋訪問に何らかの影響を与えているのかもしれません。さて、北青鵬が髷姿で現れたことにも注目が集まっています。一般的に相撲界を引退した力士は断髪式を行い、髷を切ります。これは相撲人生の終わりを象徴する重要な儀式です。しかし北青鵬はまだ髷を残しているのです。これは相撲界への復帰を望んでいる現れだと解釈する人もいます。髷を切らないことで相撲界とのつながりを保ち続けたいという思いを表現しているのではないかというわけです。ただし、2
不祥事で引退した力士に対しては通常断髪式は行われないため、この解釈には議論の余地があります。北青鵬の曲げ姿が単に慣れ親しんだ髪型を維持しているだけなのか、それとも何か深い意味があるのか、真相は明らかではありません。北青鵬の復帰の可能性については様々な意見があります。一部では1年間の謹慎期間を経て序の口から再出発させてはどうかという声もあります。相撲界にとって北青鵬のような大型力士の存在は貴重です。193cmの大の里と204cmの北青鵬の対決は多くのファンを引きつける可能性があります。しかし暴力行為の重大性を考えると簡単に復帰を認めるべきではないという意見も根強くあります。相撲界は長年暴力問題に悩まされてきました。安易な復帰を認めれば暴力を容認しているという誤ったメッセージを送ることになりかねません。この問題は相撲界全体の課題を浮き彫りにしています。力士の貧困問題は長年の課題であり、相撲道だけでは人間の本質を変えることの難しさも指摘されています。相撲界は閉鎖的な環境だと言われることもあり、外部の目を入れた再教育システムの必要性を訴える声もあります。一方で相撲は日本の国技であり、その伝統と品格を守ることも重要です。相撲界は今伝統を守りつつ現代社会に適応した新しい姿を模索する必要があるのかもしれません。北青鵬の荒汐部屋訪問はそんな相撲界の現状を象徴する出来事と言えるでしょう。過去の過ちを犯した者がどのようにして更生し再び社会に貢献できるのか、それは相撲界だけでなく日本社会全体にとっても重要な課題です。蒼国来こと荒汐親方の経験は北青鵬にとって大きな希望の光となるかもしれません。両者とも相撲界で大きな過ちを犯し、一度は相撲人生を絶たれかけました。しかし蒼国来は復帰を果たし、今では部屋の親方として後進の指導に当たっています。北青鵬にとって蒼国来の経験から学ぶことは多いはずです。自身の過ちを深く反省し、どのようにして相撲界そして社会に貢献できるのか、その道筋を蒼国来から学ぼうとしているのかもしれません。また荒汐部屋が北青鵬を受け入れる可能性もあります。蒼国来自身過去の過ちを乗り越えて復帰した経験があるからこそ、北青鵬の構成を手助けしたいと考えているのかもしれません。しかしこれはあくまで推測に過ぎません。北青鵬の今後の動向についてはまだ明確な情報が出ていません。相撲協会の対応や他の関係者の反応など今後の展開に注目が集まっています。この一件について SNS 上では様々な反応が見られます。北青鵬が本当に反省しているなら荒汐親方から学ぶのは良いことという意見や、暴力行為を行った人間にまだチャンスを与えるべきなのか疑問といった声が上がっています。また北青鵬の構成を応援したい、若いのだからこれからやり直せるというポジティブな意見や、荒汐親方の指導で人間的に成長してほしいという期待の声も見られます。一方で相撲界の閉鎖性が問題、外部の目も入れた再教育システムが必要という意見や、北青鵬の構成は相撲界全体の問題として取り組むべきといった指摘も多く見られます。相撲界は今大きな転換期を迎えているのかもしれません。八百長問題や暴力問題など長年積み重なってきた負の遺産と向き合い、それを乗り越えていく必要があります。北青鵬の今後の動向そして相撲界全体の対応は多くの人々の注目を集めることでしょう。相撲界は伝統を守りつつ現代社会に適応した新しい姿を模索する必要があるのかもしれません。皆さんはこの問題についてどのように考えますか？北青鵬の復帰の是非、相撲界の暴力問題への対策など皆さんのご意見をコメント欄でお聞かせください。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。